黒カット。あたしの出番ね。よし。行くぞ。よし。よし、行くか。私の音楽、魂に焼き付けてください。全力でいきますよ。ダメか。では私から行かせていただきます。やっと俺の出番か。あんたたち行くわよ。よっしゃ、ゴムゴムのムートンサンダーボルトガトリング、シャッター、ゲッコー、
ロビンちゃん、怪我はないかい？問題ないわ。マリモのやつには負けぬ。私の予報は百発百中、決して外さないわ。守らねえで何が男だ。一生やってろ。来いよ、切られる覚悟があるならな。ディアブルジャンブビアンキュイグリラショット。やりやがったな。みんなでかかれば大丈夫よ。ウソップ、使わせてもらうよ。行くぞ、お前ら。しょうがない、やりますか。一人10万よ。幸せパンチ。あの人のためなら準備 OK だ。俺の番だな。答えだ。緑星ドクロ爆発そう。やりやがったな。そんな、行くぞ。おう、援護は任せろ。必殺ゴムゴムの殺し火炎星ピストル無機。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。俺に任せろ。コンカッス。くそ。常識では測れねえ力、不可能を可能にする力、全てを吹き飛ばすそのハリケーンの名は来い。よっしゃ、スーパーパワーアップ。
フランキー、この道に見覚えはある？お、思い出してきた。コロシアムはこの先で間違いね。かかってきやがる。ぶっ飛ばす。ウェザーエッグ、生まれておいで雷ちゃん。サンダーブリードテンポ。俺もナミさんにとどめを刺されたい。そう、いつでもやってあげるわよ。有料だけど。俺が万能薬になるんだ。こうしてコツコツ成長していきますよ、骨だけに。よし、レディーには指一本触れさせぬ。こりゃまずい状況だぜ。特別料金をいただいちゃおうかしら。サンダーランステンポ。やりやがったな。俺の番だな。みんな、いっぺんに行くぞ。もっと強いやつはいねえのか。待てルフィ、俺は強いやつに会えない病なんだ。ちょっと待て。かかってきやがる。来いよクソ野郎、一流コックの技てめえに見せてやる。ほら準備はできてるぜ。ウェザーエッグ、生まれておいで雷ちゃん。サンダーブリードテンポ。俺もナミさんにとどめを刺されたい。そう、いつでもやってあげるわよ。有料だけど。俺がキャプテンウソップだ。俺は強くならなくちゃいけねえ。力が戻ってくるのが分かるわ。
かかってきやがる。この野郎、ナミさんに近づくんじゃねえ。サンジ君、やっちゃって。よし、みんな準備できてるな。思い出せ。39! なんで俺があんな目に。ヘルメモリーズ。やりやがったな。俺の番だな。行くぞ。俺についてこい。トップの一撃、覚悟しろ。
行くぞ。おう、援護は任せろ。必殺ゴムゴムの火炎星ピストル無機。疲れたから腹減ったぜ。安心しな、すぐにクソうまい飯を作ってやるよ。クソジジイの蹴りに近づいたか。私の予報は百発百中、決して外さないわ。俺はまだまだ強くなる。俺が万能薬になるんだ。ようやく体が温まってきた。おい、本当に合ってんのか。ゾロは口出ししちゃダメ、方向音痴なんだから。よっ、リムさんは分かっていらっしゃいますね。あいつを何とかしなきゃ。あたしに相手させたこと高くつくわよ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ウェザーエッグ生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリード、やっべ。コックに逆らうとどうなるか教えてやる。いっちょやるか。てめえら覚悟はできてんだろうな。マナーがなってねえの。あなたたち覚悟はいいかしら。トレインタフルール、フリップ。ごめん、あとはお願い。まずいわね、まだ。ミルフルール、ギガンテスコマーノ、スタンプ、これでおしまいね。さあ、先を急ぎましょう。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。ディナーの準備は済んでるぜ。
レザーエッグ、生まれておいで雷ちゃん。サンダーブリードテンポ。ナミさん無事か？レディ一人守れないなんて。まだ行くぞ。ごめん、あとはお願い。ナミさん、これが終わったらスイーツを作るからね。スイーツを作るね。ロビンちゃん、紅茶でも飲んで一休みしよう。そうね、いただこうかしら。見えたぞ、コロシアムだ。
きな建物、あの中にレベッカがいるのね。おう、多分な。この辺も大変なことになってるみたいだな。さすがに大会は終わってるか。どうせなら俺も出てみたかったんだが。大会？なあ、このコロシアムで行われたエースのメラメラの実が優勝賞品になった大会だ。エースって、あのエース？ルフィのお兄さんの？まあな。だからルフィもルーシーって悲鳴を使ってその大会に出場したんだが。サボが来てメラメラの実を食うって言うから途中で入れ替わったんだ。死んだはずのサボが現れた時はすげえ驚いたけどな。サボ？また知らない人の名前ね。その人は誰？結局メラメラの実はどうなったの？リム、悪いけど話はそこまでよ。早くレベッカを探さないと。あ、そうだったわ。コロシアムの入り口はどこにあるの？それならこの道を進めばあるはずだ。よし、みんな行こう。聞こえたような。やってやるぜ。よし、行くぞ。
よし。降りちまってるな。これじゃ入れねえぞ。ぬーい、中に誰かいねえのか。反応がねえな。ここにそのレベッカちゃんがいるんじゃなかったのか。おかしいな、ここにいると思ったんだけどな。まずはこの辺りを探してみましょう。あまり遠くへは行ってないはずよ。お前、チャンピオンのやつ。ウィーハハハ。
死ね麦わら。殺して奪ってやる、ゴムゴムの実。お前何言ってんだ、そんなもんやるわけねえだろ。ウィついでに周りの連中もまとめて全員ここで死ね。よし、みんな準備できてるな。ギアセカンド、ゴムゴムの王、レッドホーク。ウィー行かねえよ。よし、やるか。肩慣らしといくか。三刀流1080ポンド砲。全力でいきますよ。そちらに向かいます。かすり打った吹雪蹴り。こんなもんか、甘えな。そこまで、ミルフルール、ヒガンテスコマーノスパンク。ウィーメラメラの実をよこせ。凍える剣、コツとご覧あれ。いくぞ、三刀流奥義、一大三千大戦世界。こんなもんか、アメーナ。波動エロー。聞いたぞ、おった。私にも海賊の意地がある。どうぞ。ありがとう、ブルック。ぶっ飛ばしてやる。いや、サード、ゴムゴムのギガントピストル。手強いわね。みんな気をつけて。オチエンタフルール、クロトラマーノ。先手を打たせていただきます。ゴムゴムのジェットピストル。ウィーハハハ、俺はまだピンピンしてるぜ、麦わら。あれだけ殴ったのが効いてねえってのか。クソ頑丈のやつだ。悪魔の実の能力は俺が奪ってやる。お前が本当に欲しいのはこれだろ、バージェス。
てめえは。弟とその仲間に手を出すな。ザボみんな、いけるよな。ギアセカンド、ゴムゴムの出番か。ディアブルジャンブ、ポアルアフレイルスペクトル。俺の方はいつでもいいぞ。これを使って。ありがとう、ロビン。切り替えがありそうだ。行くぞ。ウルトラクラー。強そうだな。でも俺は差別はしねえ。竜装剣。竜の息吹。死ぬか麦わら。俺が。ゴムゴムのジェットガタリング。ウィーハハハ。死ぬか麦わら。さあ食え。誰が助けろって言った。きっちり肩をつけるとするか。三刀流奥義、一大三千大戦世界。こんなもんか。甘えな。オチエンタフルール、クロトワマワード。なかなかやるな。俺が。ゴムゴムのレッドホーク。ウィーよし、行くか。任せて。支援フルール、デルフィニウム。やるなルフィ、強くなった。今ならサボにもエースにも簡単には負けねえ。そうか。それからエースのメラメラの実だが、俺が食っちまった。構わねえ、それが一番だ。技のキレが戻ってきたか。力が戻ってきました。
少しは強くなれたかしら。今週の俺はスーパー強えぞ。ここまで腕が上がるとは自分でも驚きだぜ。ザボ、一緒に戦ってくれてありがとな。気にするな。あ、レベッカ、ちょうどいい。お前に用があったんだ。え、その声、あなたもしかしてルーシー？ちょっと手伝ってほしいんだ。一緒に来てくれよ。ええ、でもどこに？あそこでミンゴが待ってる。上に登るために鍵が必要なの、レベッカ。鳥かごが閉まる前にミンゴのやつをぶっ飛ばさねえと。逃げたか。以降ルフィのバックには俺がついてる。よく覚えとけ。あなたもルフィのお兄さんなの？お前、エースのことも知ってるのか？ええ、あの戦場でルフィと一緒に戦ってる姿を見たわ。そうか、あいつは強かっただろう。すごく強かったわ。押し寄せる海軍の人たちを次々倒していた。それは見たかったな。それにしても3人ともあんまり似てないのね。俺たちは義兄弟だからな。ん？まあでもそんなことはどうでもいい。あいつは弟で俺たちは兄。ルフィもエースも俺の大事な家族だ。エースにはエースの、ルフィにはルフィの冒険がある。俺はそれに口を出さないが、もし俺に助けを求めるなら世界のどこにいても駆けつける。